はい、こんにちは、タックでございます。ご家庭で必要な電化製品といえばテレビとか冷蔵庫、洗濯機やね、電子レンジなど数多くあるんですけども、その中でも僕がいつもね、不満に思っているものが一つありまして、それが冷蔵庫です。今ね、うちにあるやつはですね、7年ぐらい前に買った三菱の冷蔵庫でね、520リットルのね、比較的大きな冷蔵庫を使ってるんですけども、これね、三菱に限らずですよ、ほとんどの冷蔵庫で不満に思ってることが一つ、冷凍庫が小さい。あまりね、料理しない方は感じないかもしれないんですけども、独身の時からね、僕料理するんで、いつもね、感じてました。特に家族を持ってる方ならですね、もう少し冷凍庫のね、容量が欲しいのではないでしょうか。ってことでですね、このずっと持ってた不満を解消するために、今回ね、冷凍庫を買ったんで、ちょっと紹介したいと思います。ものはですね、こちらアレジアというメーカーのね、108リットルの冷凍庫です。大きさはですね、横で約52センチ、奥行きで60センチ、高さがね、104センチとなっております。年間消費電力はですね、260kWh とね、省エネタイプになっております。 1kWh をだいたいね、25円で計算しますと、年間の電気代が6500円です。中身ですけどもね、このように4段式になっておりまして、いずれの段もですね、引き出し式になっているんで、冷気が逃げにくくなっております。一番下だけね、あまり奥行きはないんですけども、それ以外の3段は十分な広さではないかなと思います。ちなみにね、1段の深さが約16センチとなっております。まあ、こんな風に分かれてるんで、ジャンル分けするのもいいと思います。で、上の方にはですね、温度調節ダイヤルがありまして、通常はね、4のところにしておきます。これでね、中の温度はだいたいマイナス18度からマイナス21度、5とか6まで行きますと、マイナス21度からマイナス25度まで下がるみたいです。で、最初1時間だけですね、7まで回して1時間ほど放置します。それ以上ね、この7のままにしておきますと、コンプレッサーに負担がかかるんで、1時間だけにしてください。はい、いかがでしたでしょうか。まずですね、なぜこの機種を買ったかと言いますと、3つの要素がありまして、まずは内容量と価格のバランス、これを考えるとですね、コスパが高いという点、そして省エネ設計になっているという点、あとね、前開きなのでとても使いやすくてですね、奥のものも取り出しやすいという点、この3つの主な理由で選びました。便利なね、冷凍食品のストック、あとね、今ならね、アイスクリームのストック、その他ですね、セールの時にね、肉とか魚、刺身などを買っといて冷凍しておくと、これがね、以前よりもね、遠慮なく買ってストックできるんで、思ってた通りというかね、かなり重宝しております。さすがにね、冷凍庫なんでね、コンパクトではないんですけども、まあ僕はですね、今まで不満というかですね、日頃抱いたこうストレスがね、解消されたなという感じがしました。はい、ということでね、ちょっと今日はね、短い動画でしたけどもね、今回アレジアの108リットルの冷凍庫を買ったという動画でした。ということで、また。